年も一年改めて応援ありがとうございました。残すところこのマリンスタジアム、マリンズ公式戦もあと1を含めて2試合となります。最後の最後まで千葉の心を一つにつないで今日も熱い応援を皆さんよろしくお願いします。今日は岡田選手に向けての声届けてください。千葉心